さんおはようございます。子ども被災者議連幹事長をやって仰せつかっております谷岡邦子と申します。会長の新井聡、今日は今ロシアにおりまして、明日戻ってくることになっておりまして、ロシアで怒り狂っております。そして川田隆平事務局長におかれましては、今こちらへ向かっているんですけども、渋滞のようでもう少しお待ちをいただきたいと思いますが、時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。子ども被災者議連主催の今日の緊急集会ということで、本当に短いノーティスにも関わりませず、多くの皆様にお集まりいただいたことを心からお礼を申し上げます。この、復興庁ツイッター事件というふうに申し上げるべきものというものは、私自身は非常に根が深い問題だと思っておりますし、子ども被災者支援法通りまして1年、大きな問題は彼が何を言ったかということではなくて、その何を言ったかに表されている問題としての子ども被災者支援法基本方針がいまだに全く見えない。作るための被災者の声も一度も国として主催して聞かれたことがない。そういうものが個人のものだったのかどうなのかということを含めてですね、大きなこの間なぜ子ども被災者支援法が全党会派の提出、そして衆参両議員全員一致で可決された法律がいまだに放置されてきたのかと。この何を言ったかではなくて、何をがなされなかったかが問題だというふうに、昨日ヤフーのニュースで川崎健一郎さん、今日もここに来られていますけれども、言っておられるわけですけれども、私たちの目的というものは、ここまで滞ってきたものを今どうやって動かすのかということだろうというふうに思っておりますし、そういうその過去の追及ももちろんのこととして、今後の問題ということで、私どもは今日はお集まりいただいたということでございます。まず最初に復興庁の統括官、伊藤仁さんの方から、今回のことについて、事情のご説明をいただきたいというふうに思っております。復興庁の統括官をやっている伊藤と申します。まず最初に、復興庁の幹部職員、水野参事官が、このツイッターで非常に不適切な発言をしたという件につきまして、現時点での当方の報告と、それから、その点につきまして深くお詫びを申し上げたいと思います。本件につきましては、現在事実関係を確認している最中でございます。ただし本人はこのツイッターをしたという事実は認めておりますし、その内容については精査が必要だというふうに考えておりますけれども、全体としての内容自体、特に復興を担当する復興庁の幹部職員としては、あるまじき適切なものであるというふうに、復興庁としては考えております。昨日、谷復興副大臣が本人を昼ごろに呼びまして、今回のことについて、本人に対してまず猛省を促すということ、またこうしたことがないように、ということで、副大臣の言によりますと厳しく叱責をし指導したということでございます。また昨日付をもって、この福島の被災者支援の担当というものから水野を引き続き任務に当たらせるということは、できないというふうに、判断いたしまして、その担当から外すということになっているところでございます。本件につきましては、被災地をはじめとする関係者の方々、あるいはこういった支援法の支援をされている方々対して大変申し訳ないことだと思っておりまして、復興庁としてもこの場を借りてお詫びさせていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。はい、では皆様にお話をお聞きいたしますが、まずここに今日参集しております議連の議員の方からですね、いくつかの質問というものをしようというふうに思います。それでまず最初に私質問させていただきたいんですが、最初は匿名ではなくて、本名でお書きになっておりました、去年の秋まで。そしてそのことについて、いろんな形で報告をなさってきたということはですね、
これは明らかにある種、正々堂々とやっておられたということであって、そういうことを是認するような、その発言の内容のようなことを是認するような風潮というものが復興庁自身の姿勢としてあったのではないか。つまり子ども被災者支援法の実現、基本方針の作成、そしてそのために人々の意見を聞くこと、こういうことをですね、怠っているようなその実情に対して是認するような方向ことがあったのではないかというふうについてどう思われますかということが1点目です。そうでないのであるならば、なぜこれほど長い間にわたって子ども被災者支援法の実現というものは放置されてきたのか。これはその要に当たっている人のだけの問題ではなくて、上司の問題でもあるのではないですかということが私の1点目の質問です。それから2番目に、水野氏はツイッターの中に某党の本部においての冷蔵庫にビールを詰めるのが今夜の仕事ということを書かれております。その某党とは一体どこなのかということについてお調べいただけるのですかということが2点目です。3点目、そういうその某党との関係を含めまして、特定の党の議員等につきまして、いろいろな誹謗中傷を行っておられます。そして明らかに誰かと分かるような形でも行っておられます。で、こういうことにつきましては、これはですね、明らかに公務員としての中立性というもの、違反ではないでしょうか。で、それに対する処分、懲戒処分というものは、その場所を移動した云々だけの問題ではないと思いますが、それについてはそのどうお考えでしょうか。そして今のままの体制では到底被災者の信頼満足というようなものを得るような状況にはならないと思いますが、今後庁としてどのような対応をお取りになるおつもりですか。そのことについてお聞きいたします。先に質問を出してしまいますか、どうしますか。4点いただいたかと思います。まず放置ということなんでございますけれども、正直申し上げまして、本人がこういうツイッターでそういうことをやっていたということを我々が知ったのは、昨日の毎日新聞が記事が出る直前に、本人の言動放置したんじゃなくて、子ども被災者支援法が動いてないということの意味において、もう成立して1年ですよ、その放置を言ってるわけです。じゃあ勘違いいたしましたけれども、そういう意味ではその放置をしたというふうには、その法律の関係について組織として放置したというつもりでは全くございません。これは復興大臣も国会などで何度も答弁していることなので繰り返しになってしまいますけれども、この法律の中で要請されている支援対策、これについてはできるだけ早く作らなければいけないということで、3月半ばにですね、まとめて公表しておりますし、これもさらに前進させていくべく今やっているわけでございます。政策支援のパッケージでございます。3月17日 の名称はあれですけれども、生活支援のパッケージ、不十分だというご指摘を、いただいていることも承知しておりますけど、そのことを私は申し上げております。他方で多分ご指摘されているのは、その法律に基づく基本方針の作成が遅れているということかと思いますけれども、これについてはその法律の策定立法の時からも難しい、いろいろな議論があったということで、政府の方に渡されているわけでございますけれども、そこの部分の特に線量、一定の基準以上というところについて、かなり専門的な観点からの議論、国際的な観点からの議論も反映させなければいけないだろうということで、あれもそこのところは復興庁としては、関係機関にも要請をしてですね、それらの検討を踏まえてやらなきゃいけないということで、時間かかっているということでありまして、決して我々としてはこれは放置しているというつもりではございません。一通り答えさせていただいてよろしいですか。はい、それから調査をということですけれども、このツイッターに書かれている話につきましては、ビールの話だとか、あるいは議員をどなたかを特定して誹謗している話とか、こういった話については今どういった内容がその背景として、あるいはどうなっているかということについては調査をしているところでございます。それはどういうことかと申しますと、その中立性ということをおっしゃられたとおり、先ほど昨日付で任を外すということを申し上げましたけれども、現在まだこの事実関係を調査が終わっておりません。その結果を踏まえて、どういった対処が必要かということについては、副大臣も
昨日申し上げてますし、先ほど閣議後の記者会見で根本大臣からも同様に、適切に、十分事実関係を把握した上でどういった処分が適切かということについて検討しているという話がございましたので、まあ、そこはちょっと申し訳ございません。書いてあること、それからその趣旨なども踏まえて、事実関係を把握した上でないと、仮にその国家公務員法上の処分を行うということになりますと、いろいろ手続き、あるいはその確認といった作業が必要になりますので、そういった作業をしているということでございます。他の方、あるいはそこに書かれた誹謗された対象の方に対する対応についても、その検討の中で考えるべきことかと思っているところでございます。それから、副校長自体のことについてのご指摘をいただいております。今日閣議後の記者会見の後に、副校大臣が全職員を集めまして、訓示をされました。その場の話はちょっと正確にはここに来る直前だったものですからあれでございますけれども、先ほど申し上げましたようなこの発言の内容自体が非常にあるまじき不適切なものであるということ、それから内閣の方針とは全く異なるようなことが書いてあるということ、それからもちろん被災地をはじめとする関係者の方々に深くお詫び申し上げるということが当然でございますけれども、全職員がですね、こういった被災者や国民からの信頼を損ねることにもなりかねないことがあったということについて、大変残念であると、多くの復興庁の職員がこの汗を流して取り組んでいるということについて、その信任が損なわれかねないということを申し上げた上で、全職員が改めてその被災地に寄り添って仕事に打ち込むよう意識を新たにして、やるようにということを短い時間でございますけれども、全職に対して訓示いただきまして、あれといたしましてはこういったことを踏まえて体制もさらにきちっと整え直してですね、本件も含めた対応をしていきたいというふうに考えております。はい、では吉田議員お願いします。はい、議員連盟の事務局次長を務めております社民党政策審議会長の吉田忠智でございます。今回の水野参事官の書き込みは、個人のもう資質の問題もさることながら、それだけでは済まない多くの問題をはらんでいると思います。まず何より今なお苦しんでおられる原発の起因する形で16万人の方が避難生活をされておられますし、ふるさとに帰還をできるめどが今なお立っていないという状況の中で、そういう被災者の皆さんの思いを本当に踏みにじる暴言だと、そのように思います。それから私がまず感じたのは、水野参事官がこういう書き込みをされるということを容認をしている、そういう復興庁の中に雰囲気があるのではないかということもですね、合わせて強く感じました。それとこれはお話がありましたように、全ての政党、衆議院参議院全員賛成をして超党派で可決をされた法律であります。でそれを踏まえて私ども議員連盟は、被災者の皆さんと寄り添いながら早期実現に向けて、この理念がまさに実現するようにこの間活動してまいりましたけれども、そうした私どもの活動に対して決して快く思っていないということと合わせて、やっぱり立法府としての国会を軽視している、愚弄している、そのように言わざるを得ないと思っています。そこでこれからのもう水野参事官の処分については厳正に、こういう復興庁だけじゃなくてですね、彼は総務省出身だそうでありますけれども、いわゆるこう行政府に身を置くもの、本当に一生懸命頑張っている職員が大半でありますけれども、そうした皆さんにとってもですね、今回の書き込みは本当に多大なですね、不信を与えることになった、そのように言わざるを得ません。水野参事官がこれからどこに行かれても、私は信頼をできる仕事ができないのではないかと思いますけれども、
まあ、水野参事官の個人の問題は処分は厳正にしてもらいたいと思いますが、要はこれから復興庁がどうしていくのかということが極めて重要な課題でありまして、まずですね、法律の中にも書き込まれております関係者の意見をどのように丁寧に聞いて、そしてそれを反映をしていくのか、それをまず一点お伺いしたいと思います。で、その上でこの法律が成立をして1年以上経過をして、今なお基本方針も決まっていないわけでありますけれども、これからこの子ども被災者支援法の基本方針をいつ策定をして、そしてどのように進めていくのか、その2点をですね、お伺いをしたいと思います。はい、まずその、はい、じゃあ座って説明させていただきます。関係者の意見を聞くことにつきましては、法律でもそういうことが求められているかと思っております。基本方針などでですね、策定案がまだできていないというところで、その提示できるものがまだないという状況ではあるかと思いますけれども、水野が中心にやってまいりましたけれども、できるだけさまざまな機会を見つけてですね、お話を聞くようには参加してたつもりでありますが、それも含めて今後どういった体制でその関係者の意見機関についてはしっかり検討させていただきたいと思います。それから基本方針の策定のことにつきまして、タイミングにつきましては、これも国会でさまざまな形で聞かれておりますけれども、政府として別に何度も申し上げません、サボっているわけでは全くございませんが、できるだけ早くこれはその基本方針については策定をしたいということで、いろいろなところに今ちょっと検討とか検討状況についての確認とか進捗のお願いしているといったようなことがありますけれども、その進捗状況を見てですね、早急に固めて案を提示したいというふうに考えております。明確なことで答えでなくて申し訳ございません。今のお答えについてちょっとコメントさせてくださいね。まず付則の中にははっきり毎年基本方針について見直す、基準等について見直すということが書かれております。毎年ですよ。そして1年経とうとしているわけですよ。つまりそのスピードでやらなきゃいけないということは法律に明確に謳ってあるわけです。1年間放置しておいてまだこれからみたいな話はありえないということで、今の話は全くの詭弁であるというふうに私は思います。2つ目にですね、国が主催で、国が被災者たちの声を聞いて基本方針を作らなきゃいけないというふうに書いてありましてね、案ができてからお聞きすればいいんだという話ではないと。そして今いろんなところを回られたと言いましたけど、これ私たちが主催したり他の方々が主催されたりしたそういう会でしょうが、国が主催した会なんて一回もないんじゃないですか。そういったような形のことをどういう形で進めるのが一番いいかということについて検討させていただきたいと思います。1年経ってそれができていなかったと、それを全部部下のせいになさらないでいただきたいということを私は強く申し上げたいと思います。いかがですか、玉木さん。はい、生活の党の衆議院議員玉木デニーと申します。私は質問ではなくて、これを問請をしてであれば遅れを取り戻すしかないと思います。ですから今のお話、谷岡先生の話にも吉田先生の話にもありますけれども、もう聞き捨てていたことの事実が明らかになったわけですから、彼は明らかに聞き捨てていたわけです。それを取り戻すにはその倍の3倍の5倍の速さで皆さんが取り組む姿勢を示すことに尽きると思います。それを申し入れておきたいと思います。いますか。申し訳ございません。自民党福島県、第三選挙区、選出の菅野幸子と申します。先の衆議院選挙によりまして比例復活させていただきまして、まだ議員として半年の経験しかございませんが、実はこの件につきまして昨日ちょうど福島県森雅子大臣を筆頭にちょっと会合がございまして、実は恥ずかしながらこのことを昨日初めて知ったところでございます。内容につきまして詳しい内容はよく知らないのですが、先ほどフェイスブックを覗かせていただきまして、ことの次第を知った次第でございます。私このフェイスブックの件につきましては、多分福島県被災地の方々がこれを
見たときにどれだけ心が傷つけられていた傷つけられたのでなかろうかと思います。この子ども被災者支援法案は全会一致全一致ということでお聞きしておりました。ただ今お話をお伺いしますとおそらくこの内容にどこかの不備もしくは見直すべき点があったのではないかあるのではないかなということをちょっと今思いました。この国際的理論を踏まえてっていうことをおっしゃってましたがこれは国際的理論はさることながらやはりこの被災原発事故によって被災した子どもたちそして県民の子どもたちの健康を払拭するためにそして取り除くためにこの健康被害を減少化低減化するために本当にしっかりと取り組んでいただければならない支援法であると私は認識しておりますのでその点も踏まえながらですねぜひこれは原発事故によって被害を受けた子どもたちです。そして今15万7千人ほどの被災避難している方たちも含めまして子どもたちがなぜ帰れないかというのはまだ安心ではない状況に福島ありますのでそのことも踏まえながら原発事故であるという非常にこの平常ではないその中での健康被害でございますので原発、今までになく、世界的顕著をということを含めましてぜひ子どもたちがの健康安全で住めることができる健康医療等を含めまして、医療体制をしっかりと充実していただきたいと思いますしその、今し、その取りまとめって言いましょうかそのまとめ案はいつ頃できるのかというのを明確に提示していただきたいと思います。皆さんもおっしゃってるように学会の責任だとか科学的云々じゃなくて被災者の希望ということをですねやはり第一規定に考えてこれは遅らせるための理由にはなさらないようによということを重々お願い申し上げたいと思います。今桜井衆議院議員いらっしゃいましたので復興特にもご活躍のようですのでこの問題についてのコメントなり質問なりありましたら手短にお願いいたします。自民党三重三区桜井博でございます。私も先生と同じように震災復興特別委員をさせていただいております。やはりですね、子どもの子どもさんの問題なのでやはりそれに十分な対策ですね取れるようにいろいろ委員としてですねそういう方向になるように努力していきますのでどうぞよろしくお願いします。いろいろいろんな方のですねお話を聞いてそれを政治行政ですね一体となってやっていくことが前に進めることの一番大事なことになるかと思います。決していろいろね対立の構造ではなくてやっぱり良くしたいというところの大事な子どもさんに対するケアですねそれを大事にしていくんだということで一つにまとまってですね前に進めていけるよう委員としても努力していきますので今後ともどうぞご指導とご支援よろしくお願いします。失礼いたします。私たちは対立の構図を今作ろうとしてやってるんではなくてこうきっかけを作り出されたのはどちらかなという思いもありますが今日はわざわざ双葉町の前町長であります井戸川さんもお見えですしまたこの間支援者として頑張っていただいた方も 何名か本当にお見えですので、その井戸川さんから少し最初にそちら側から口火を切っていただこうかと思いますが。昨日の水野さん何回か役場に来られたと思いますね。しかし方のおっしゃっていることは仕事をしないことが仕事だとまさしく私がこの
避難を始まって以来、政府から避難指示という指示は来ましたが、いつまでどこにどのようにということはありません。多分今もないはずです。政府の災害対策本部、あるいは福島県の災害対策本部、それぞれあるようですが、私にはその組織も何やっているかも分からずに町長職を終わりました。この事故を振り返って、大変いろんな角度から私物申し上げておりますけれども、主体者が見えない、責任者が見えない、この非常に曖昧とした意味不明瞭な体制の中でやられていること、非常に町民の日々の生活の苦しさ、嘆き、うめきを感じますと、本当につらい町長生活を送ってまいりました。この事故で町民から責任を問われて職を辞することになりましたけれども、事故がなければこの原因がなかったんです。一体避難は誰がさせたんだと、私たちに。事故が誰が発生して避難させることについて、避難の在り方が悪いから、私は町民たちに非常にしっかりとした対応も取れなかったために、彼らの不満を一気にこの体で受けたということです。なぜ加害者でもない事故原因者でもない私が、そういった方たちからの、町民からの不満のために責任を取らなければならないのかということは、まさしく昨日の水野さんのつぶやきの中に答えはあったというふうに思います。やらないことだったんです。放置することだったんです。今も放置され続けております。しかし、ここにおられる方も以前お会いしてますけども、やるという非常にしっかりやるからということで、必ず私のところに来たときに帰っていったはずです。だけど本心は違うんだなと、その場を取り繕って仕事が終わったんだということ、訪問するだけで仕事が終わりだということは、これは仕事ではありません。私は金がね、仕事とは、あるいは仕事をして給料をもらうということは、成功報酬でなければならないと。失敗の報酬はありえないんです。ありえないんです。仕事をしない報酬はありえない。したがって、これは日本の国家的な構造の、本当に日本という国の存亡の危機にかかっているということで、一人水野氏の問題ではないというふうに思います。環境省の方とも話しました。あなたは双葉町を 見たことありますかって言ったら、見たことありません。じゃあなぜ2カ所の中間貯蔵施設の場所決めをしたんですかって言ったら、分かりませんって。分かる方の議事録を後日出してください、分かりましたって言って、その後電話でありませんという。本当にいろんな目で、いろんな意味で時間の浪費をしてきました。私はこのほどウクライナに行きましたけども、ある病院に訪ねましたらば、 10% しか元気な子どもいません。そういう生の声を聞いて帰ってきました。今福島県内の子どもたちは20ミリシーベルトを上限とするようなとんでもない、これをウクライナで話しましたらば、とんでもない数字だねって言われてきました。このことを国会議員の先生方は全皆さんしっかり分かっているはずです。もちろん国でも20ミリシーベルトにこだわるということは分かっているからであると思います。しかしこの法律が遅々として進まない中で、1ミリだか20ミリだかの問題で先へ進まないのが原因かどうか分かりませんけども、やる気がない、その中で子どもたちは日々
被爆しているんです。そういう犠牲者を今作っていることについての責任というのをどう考えているのか、言い訳はいりませんから、どう考えているのか伊藤さんにお聞きしています。伊藤さん、いかがでしょうか。言い訳を申し上げるつもりはございません。今回のそのツイッターのことが、復興庁で働く職員、あるいは復興の関係でやっている政府の関係者のそういった取り組みについて、今ご指摘のあったような形で全体としての、不信感といいますか、信頼を損なっているという趣旨だというふうに受け止めました。我々がやれることは、その信頼をこちらが回復するといっても、それは一方的でございますので、おっしゃったような一つ一つ難しい問題ですけれども、その復興の具体的なものを進めるということを使命として、それを進めることでその信頼を回復していくしかないというふうに思っております。先ほど根本大臣も訓示の時にそういうような趣旨のことを言った上で、誠心誠意、意識を変えて取り組めということを前職に対して申し上げましたけれども、それと重なるものだと思っております。成果でお答えしなければいけないものだというふうに思っております。もうちょっといいですか。再質問させていただきます。具体的にじゃあどうやってその信頼回復を図りますか。市町村あるいは個々の避難者の方々の抱えている課題は本当にその対応でございます。で、したがって我々は現場で話を聞いたことをそれを一つずつ解決していくことしかないんじゃないかと、基本はですね。で、それが本当に単なる目詰まりで起きていることもありますし、制度そのものの問題もありますし、そういったようなものが制度の問題になりますと国全体の話になりますから、復興庁の例えば私がこうしようって言ってそれですぐできるものでもない部分もあるんですけれども、それをどうやって各省なり動かすかというのが復興庁の与えられている使命だと思っておりますので、それを本当に課題として抽出してやっていくと、我々はそれをずっとやってきているつもりですけれども、それが見えてない、あるいは そんなの材は足りないというご指摘だと思っておりまして、それでやるしかないというふうに思っております。またもう一度喋らせてください。早期帰還プログラムプロジェクトありますね。復興福島総局で作ったあの中に地元や東電の意見を聞かずに国がどんどんやるんだという文言が入ってるんですよ。この事業は25兆円使って、今の言葉とあのプログラムとは全く相反する言葉ですね。早期帰還プランというのは12市町村の帰還を促進するための3月ごろ出したプランのことでございますが、聞かないということがその中に書いてはなかったと思いますけれども、私はちゃんと文書持ってますから、今日持ってきてませんけど、ちょっと後ほど確認する。私もありますので後でちょっと確認して、聞かないということはないと思います。国がむしろ前面に出てやるという思想で書いてある部分はあるかと思いますけれども、聞かないというようなことはもちろんなくて、むしろ実態を踏まえてやらなければいけないというのが我々の基本でございます。書いてあるんですよ、地元の言うこと聞かずに国が25兆円かけて、先生方も分かってるでしょう、25兆円いつの間に増えたんだか分かりませんけども、かけて2020年まで避難している人をゼロにするんだという計画ですよ。知らないということは誰出したんですかね。計画っていうのは誰が作ったんですか。第31回損害賠償紛争審査会の参考資料の中にありますよ。あと諸外国の例を言いますと、日本政府は非常に何ていうか消極的っていうか違う方向に積極的に思えるんですが、我々を欠席裁判してるんですよ。なぜ我々の被害受けている、そして困っているその代表をその会議になぜ入れられないんですか。入れると不都合なことがあるために入れられないんですか。今までずっとその先ほど言いました最大本部の会議なんていうのは何を会議されてるか分かりませんし、
福島県の会議にも分かりません。どちらも我々は参加させられない中で欠席裁判みたいなことをされて今日まで来てるんですよ。そんな中でいろいろ決められたって困るんですよ。そこは国会議員の先生方、こういう状況は改善させるようにご指導をお願いします。終わります。はい、今おっしゃった通りだと思います。被災者の声がそのどう反映するのかということは、あの法律がクリアに命じていることでもありまして、でそれがそのなされていないということは法律違反であります。また予防原則に立つようにということも言っているわけでして、それがなされていないことも法律違反であります。そしてもっと言うならば、その法の命令していることをそのおやりにならないで曲解しておやりになっているということ、これも命令法律違反だというふうに私どもは考えております。で先ほどの伊藤さんの答えでね、一生懸命やる気でやってるんだということであるならば、やる気がないけど無能でやれないのであるならば、やはりその陣容をお取り替えになるということがすごく必要なことだというふうに思いますし、そしてその能力はあるんだけれどもやれてないんだということであれば、それはやはりその意図的だと感じざるを得ないわけですね。やっぱりご説明になっていないというふうに思いますので、その説明はいくらやっても水かけ論でしょうから、やはりこれ結果を出していただきたいということなんですね。それはそのやるためにやっぱりいろんなことの提案等もあるでしょうけれども、川崎健一郎さん弁護士いかがでしょうか。はい、弁護士の川崎健一郎と申します。福島の子どもたちを守る法律家ネットワークの共同代表をしております日弁連の、関係のプロジェクトチームにも入っております。ご指名ですので意見を述べさせていただきます。私も今回の話を聞いて非常に残念だという思いはもちろんですし、水野参事官知らない方でもありませんので本当に残念な気持ちです。でただですね、先ほど谷岡さんがおっしゃっていた、このことがですね、その子ども被災者支援法の基本方針策定の遅れと同じ同梱なんではないかというご指摘は非常に重要な点だと思います。また吉田さんがおっしゃっていたですね、つまり復興庁全体がこういう体質だったんじゃないか、これは私も全くそこを懸念するんですね。というのはつぶやきをこうずっとこう遡って見ていますと、船橋市議会議員の方ですとか、あるいは国会議員の方と相互フォローしていたとかですね、他の霞が関の方々と相互フォローしていることが明らかでして、そうするとこれ別に匿名でやってたと言っても隠してやってたわけではないと、多くの知り合いの方とお互いに連絡をしながら書き込みが許容されると思って現に許容されてきたということなんだと思うんですね。でそのことの方がより大きな問題なんだろうというふうに思うんです。で、そう思った時にですね、私たちは何というか非常に決定的なものを突きつけられたなというふうに今思っております。というのは子ども被災者支援法、昨年6月21日にできて、この週末ですかね、で1年になりますけれどまだ基本方針ができない、あるいはこれは最近知ったことですけれども、ホームページですね、復興庁のホームページに子ども被災者支援法が所管法令として挙げてないわけですね。でこんなことはちょっと信じられないというふうに思うんですけれども、よほどの怠慢ということなんだと思うんです。であるいは3月17日に発表されたという支援政策パッケージですけれども、これもその結局現時点でのものを取りまとめたということならいいわけですけれども、しかし根本大臣の公式な会見の中で子ども被災者支援法の要素はここに全部入っているというようなことをおっしゃっていて、そうすると子ども被災者支援法に書かれたものとは全く整合しない。でこういった間接事実からですね、こういった状況証拠から私たちは復興庁は支援法をサボタージュしているんじゃないかというふうに思わざるを得ないと思ってきたわけです。しかし今回のこのツイッターの騒動を見て、それが確信に変わったといいますか、直接証拠をですね、私たち示されたんだなというふうに受け取っております。そこで伊藤統括官にお伺いしたいんですね。で必要なことはもう2つだと思うんです。で1つはやはりちゃんとした体制を組んでこの支援法について責任者を決めるということなんだと思うんですね。で今まで法制チームというものの水野参事官が暫定的に担当ということだったと思うんですが、法制チームというのはあくまで新しく立法に対応するだとかですね、総務的なポジションだというふうに伺っておりまして、一方で避難者の問題、原発被災の問題というのはこれ5年10年ってかかる問題ですから、
ちゃんとした固定の部署じゃないといけないと思うんですね。まあ、復興庁自体が10年間の次元組織ですけれども、その復興庁の中でやるのであれば、やっぱりその中に1個明確な部局を作って、その中で年次計画を立ててですね、何月頃には予算のことについて玉出しをするとか、何月頃にはどういう会議をやるとかっていうのをですね、ちゃんとこう組織として普通の施策を動かすのと同じように回していくということをやらないと、これはやっぱりサボタージュ、しかも個人としてのサボタージュではなくて組織としてのサボタージュというふうに言われてしまってもやむを得ないんだと思います。でもう一つ、これは水野さんに同情しなければならない点かもしれないと思うんですが、確かに被災者支援法の扱っている問題というのはすごく難しい問題だと思うんです。事実認定からしていろいろな意見が分かれる中で、そういった中でどうやってコミュニケーション、その被災者被害者本人とコミュニケーションを取っていくかというのがすごく難しい問題で、だからこそですね、私先ほどの伊藤統括官のお話の中で一番引っかかったのは、線量の基準を決めるために専門家に聞かないといけないとおっしゃった。で今実際確かに原子力規制委員会ですか、専門家に投げているというふうに思います。しかし全く逆だと思うんですね。やるべきことは当事者との間の対話であって、当事者を巻き込んで合意形成をしていくプロセスを公開の常設の場で明確に議事録を残しながらやっていくということであって、その中でお互いの議論というもの、事実というのを一個一個確定していって進めていくというのが必要なこと、今求められていることなんだと思うんです。というのは、子ども被災者支援法の1条に書かれているその基本精神というのは、放射線被曝の健康影響がよくわからないと、だから予防原則の立場に立ってこの法律を作りますということが明確に書いてあるわけですね。であるにもかかわらず、そのサイエンスの問題に回収しようというのは全く方向が逆であって、むしろこれはまさにポリシーそのものなんだと思うんです。でそのポリシーを形作っていくのは当事者との間のコミュニケーションを置いてないのに、我々は何度も常設の協議機関を作ってくれということを求めてきたけれど、まさに水野さんに何回も申し入れてきたけれど、ずっと無視されて今に至っている。でこのことに対して明確な回答というものを出していただけない限り、今回の問題というのは全く個人の尻尾切りで終わってしまうというのが私の率直な感想です。いかがでしょうか。ちょっと議論を整理させてください。まずその大きな2つの問題、体制の問題とそれから常設の機関の問題に入ります前に、ホームページに所管法令として挙げられていないという話がありました。これ確認したいんですけども、理由を教えてください。ですね、私も、ちょっとカチッとした理由は、もう一回確認させていただきたいと思いますけれども、基本法、失礼、この支援法の中で、形式に言うと、これ、閣議、いわゆる閣法といいますか、政府提出法案ではなかったということと、あと、主務大臣という規定などがなくてですね、所管の省庁というものが、法律の体系の中から出てこないものですから、我々は法律基本方針について取りまとめるという意味で、校長がまとめておりますけれども、法律を載せるというところは、必ずしもそのあんまり厳格なそのルールがあってやってるわけじゃありませんでしたけれども、主務大臣とか、あるいはその閣議決定などをして、政府がやったっていうときに、それをうちの所管の法律という形で載せてたというふうに理解しているものですから、単なるそういう整理で、なっているとだろうと思います。つまり所管していらっしゃるんですか。法律の所管という意味で言うと、どうでしょうか、全体を束ねているという意味では所管しているということでいいと思います。いやもしそうじゃないとする可能性があるとしたら、どういう保管の可能性あるんですか。いやだから、そういうことがはっきりしないからこれ進んでこなかったのかなと今ちょっと思いまして、法律の所管といった場合にですね、そういう意味では所管と言っていいんだろうと思います。要は法律ご案内通り、そのいわゆる施策のいろんな省庁のものを実質的にこういう目的のためにまとめていくというところがプログラム法的に要請されているものだというふうに思っておりますので、個別の何て言いますか、いわゆる法律事項的なものっていうものが、分かりました。じゃあその担当等を含めて、はい、法律をどこがどういうふうに責任を持っているのかということについて、法律はあるわけですから、国がやるべきだって書いてあるんですから、それちょっとどこがどう所管をしていて、どういうその権限だとか所管の文書の区分になっているのか、これ後で文書でお出しいただきたいと思います。それから先ほどのもう一つ出された点につきまして、子ども被災者支援法とそのパッケージの関係ですね。先ほどご説明では、子ども被災者支援法への答えが政策パッケージであるというふうに言われたような気がするんですけども、それについて再確認させてください。そうなんですか。あの
基本方針のですね、中にはいろんな政策の話とそれから指定地域を指定するという話が要素としては二塊あると思っております。それでそのパッケージの部分についてはですね、相当部分が現状において政府としてこの法律の考え方で支援をすべきというふうにあるものをまとめて出したということなので、それがそのものかと言われるとそうではないと思いますけれども、おおむね考え方としては3月の時点でまとめたものだというふうに思っています。でその後も高速道路の無料化とかですね、パッケージに以降でまた追加したものもあったかと思いますので、そういう意味ではパッケージがそのこの法律の基本方針で求められているものの最終形ということではまだないんだろうと思います。ということはね、やっぱり復興庁さんはおおむね子ども被災者支援法にした対応した施策をやってこられると来たということをお考えになっていて、それはその被災者自身たちとは本当にかけ離れた感覚であるということを今おっしゃったというふうにしか見えないんですよね。でそこがポイントなんじゃないですか、この大きな問題なんじゃないですかということを言いつつ、先ほどの川崎さんの提案ありましたけれども、どういうのお考えになるでしょうか。まず組織という話なんですけれども、復興庁は10年の組織ということで、かつ全く新しい課題が復興についてはほとんどでございますので、組織の立て付けもですね、他の省庁と比較していただくとあれでございますか分かりますけれども、何課だとか何部とかっていう形を置かずに、局長級の統括官とそれから参事官で、大臣の下でですね、その都度のテーマを責任体制を決めて、またそこの任務がだんだん時間とともに変わりますから、臨機応変にまた分担を変えていくと、こういうある種の柔軟な組織体制になっております。したがって部とか形を設けるというのは今のところ考えておりませんけれども、じゃあこの支援法なら支援法についてですね、その今までちょっと誤解があるかと思いますけれども、確かに法制班の参事官、法制班をやっている参事官ということにはなっておりますけれども、別に我々も他の制度を持っている参事官が住民の支援のある部分についてやってないかと、そういうことではなくて、それぞれ参事官ごとに任務を決めて、そこの下で部隊も編成してチームを作ってやるということなので、その体制が不十分であるというご指摘は真摯に受け止めたいと思いますけれども、あるいはその今水野がそこ外れましたので、早急にどういった形が適切かというのはぜひ作り直さなければいけない、整備し直さなければいけないと思っておりますけれども、看板としてというか形として部とか課を設けるという立て付けに設置法上なっていないということでございます。それから常設の協議会を云々という話は申し訳ございません、検討させていただきたいと思います。すみません、ありがとうございます。今日は伊藤統括官がいらっしゃったのはどういう理由なんですかね。というのは我々水野さんの上司というのは岡本前署さんかなというふうに思ってこれまで来たんですけれど、それどういうその命令系統になってらっしゃるんですか。私は復興庁にはですね、最初審議官で復興庁設立の時に参っておりますけれども、今年の2月に福島の体制を強化するという一連の体制強化の中でですね、統括官を拝命いたしました。で統括官を拝命して、そのいわゆる福島の地域に関する問題ということを中心にやるということになっておりますので、あるいはその原子力災害の関係のことを担当するということになっておりますので、そういう意味でいうと、うちの組織で申し上げますと統括官は3人おりますけれども、今お名前出てた岡本というのは他の組織でいうと官房長の役割を果たすので、人事とか政策調整全体をやるので、全般ということでございますけれども、その下でといいますか、その中で、もう2人統括官おりますけれども、岩手宮城地震津波災害を担当する上田という統括官と、福島原子力災害を担当する私と、こういう形で分担しておりますので、重なる部分は統括官のところではある程度ありますけれども、そういった形で補完してやっているということでございます。したがって水野の上司はそういう意味で言うと私が一つありますし、岡本もそういう意味では全般という意味では見ておると、そういう形になっております。じゃあ、あと1点だけ伺わせていただきたいんですが、
こういうふうになるんじゃないかということを我々懸念してたわけですね。なのでその議連を作ってくださいという話を発議者の方々にお願いしたり、市民会議というものを作ったりして、またその中の一つの一環としてなんですが、私日弁連のメンバーでもありますけれど、日弁連からですね、内々におそらく人手不足だろうから日弁連の嘱託という形で職員を復興庁に出しますよと、お手伝いしますよということを岡本さんに打診させていただいたことがあったと思うんですが、ご存知ですか？ちょっと時期とか、あるいは詳しくは覚えておりませんけれども、そういったようなお話がなんかあったということは聞いておりますけれども、どうするということについては、その後の検討状況については今承知しておりません。その時に、要は自分たちでできるから大丈夫ですと、私たちはそのやっぱり異物を排除するということなのかなというふうに受け取ったんですけれど、それで結局1年経っても何も動いていないということを、我々もそのずっとこのことを懸念していろいろ協力するということまで含めて申し入れてですね、体制も組んできて、で結局こうなっているっていう、その全体に対するこの絶望感と疲労感みたいなものが、すごくあるということがですね、今回の背景にあるのかなというふうに、私は思いました。はい、じゃあお返しします。はい、ではテーブルにオープンにしたいと思います。どなたかご質問等あるいはご意見ありましたら、テーブルの皆様、ここのフロアの皆様方にオープンにいたしますが、いかがでしょうか。では1、2という形でいきたいと思いますので、最後そちらへ参りますから。福島大学の行政政策学類の村上と申します。今私自身新潟県内に入りまして、新潟県にいる5000人を超える避難者の方々の支援活動というのを新潟県ですとか新潟市と一緒にやらせていただいている立場なんですが、今日はその中で特にこの新潟の本当に5000人を超える避難者の方々の声を背負ってこの場に参加させていただいております。で、今日ですね、今お話ししたいこと、お伝えしたいことが1点と、お話したいこと、ご質問が2点あります。一つはですね、まず最初にお伝えしたいこととして、今までこの震災から2年半、私は避難支援の現場も最前線で多くの避難者の方々の悲しみですとか苦しみですとか絶望といったものに触れてきましたが、今回のこの水野3時間の件ほど怒りというものに触れたことがなかったんです。ですからこれも今回の暴言の問題というのはそれだけこう避難者の心を傷つけたら大きな問題であるということを改めてご認識いただければと思います。そして今ですね、今日のお話の冒頭で、じゃあ今後どのようにこうじゃあ3時間を処分していくとか、今後体制をどうしていくというお話出てきましたが、まずこのように非常に問題を起こした方が担当されてたということを考えますと、じゃあこの1年間、例えば水野さんがいたことによってまさに何が進まなかったのか、何がなされなかったのかという検証をしっかりしていただきたいということが1点あります。そしてもう1点として、この震災で避難されている方、被災されている方というのは一日一日常にその辛い状況の中にいるということで、考えます検討しますというようなことを悠長にやっているということが許されるわけではないんです。この2年半と2年3ヶ月という月日の中で、発災当時本当に乳児だった子どもが今はもう元気に幼稚園に行くとか、もうそういう時間なんです、この2年半。この中でじゃあこれからまた今年の末までかけて検討します、専門家に聞きますということではなくて、やはりまずどんな形であれこの事態というのは緊急にこう手を打つ、どんどん手を打っていく、打っていく、そして最終的にじゃあ改めてこう暫定的なこう措置をやりながらしっかりとした体制を作っていくとか、何せこの現状この当事者たちを避難放置しておくというような状況は一刻も早く改善していただきたいというふうに思っておりますが、ことに関していかがでしょうか。改めてでございますけれども、そのできるだけ早急にですね、基本方針も定めるとともに、施策についてはその基本方針があるないにかかわらず、我々は
進めていくことはできると思っておりまして、十分その実態を踏まえ、また来年度に向けた予算の要求のシーズンも控えておりますので、そういったようなものもタイミングを合わせてですね、強化していくということは当然のことだと思っております。で、具体的な課題を把握して、それに対してその政策を打っていくというのは当然のことだろうと思っております。それから何が行われなか、何が進まなかったかの検証という問題については、これはなかなかそのツイッターのことだけからでは我々も読み取れない部分が結構あると思いますけれども、今回どういう本人に対する対応を取るかといったようなことの中で、検討するべき問題であると思っております。すいません、今のお答えなんですが、水野さんが要のポジションにおられたことによって、そしてツイッターから伺われる本音や姿勢ということによって、明らかにその被災者たちの苦しみの現状というものが長引いているということにおいてですね、それはツイッターの案件の言動がどうであったかという問題ではなくて、それがどういう影響を及ぼしたのか、そしてその反省に立って、その一体どういう回復処置を行うのか、ね、そしてそのどういうスピードアップした形で、その一刻も早く多くの人々を救済するのか、これはですね、当然のそちらの責任だと思いますよ。これ検討のじゃなくても、これ責任としてやらなきゃいけない。皆さんは、ね、その人を、そういう不適任者を任命したということでも、すでに責任を負ってらっしゃるんですから、それに対しての回復っていうのは当然やっていただかなきゃいけないわけですし、だから何がここで問題になっているのか、どういう形で被災者の思いが無視されてきたのかは、もう即刻お聞きになるということを、やっぱりちゃんとやっていただきたいと思いますし、私ももし必要でしたら、何枚ものページを作って、私がこれまで提言して無視されてきて、ねぐられてきたことというのは、全部検証の材料のために差し上げますんで、よろしくお願いしたいと思います。では、お待たせいたしました、どうぞ。はい、はい、こんにちは。千葉県佐倉市からやってきました市議会議員をやっております大野博美と申します。私は全国140人ほどの自治体の議員で構成しています。福島原発震災、情報連絡センター、ちょっと長い名前なので震災センターと略してるんですが、その事務局長をやっております。で、このセンターは実は共同代表のいわき市議の佐藤和義さんが水野参事官と会って、2年前だったと思います。で、そこでいろんな話をしているうちに、絶対法律が必要だよねというところから進み出したと聞いているんで、生みの親の一人がうちの共同代表の佐藤であったと認識しております。それで、このセンターの活動の大きな柱の一つが、この支援法を一日も早く基本方針を立て、また予算化をさせ、実効的な取り組みを国にさせることだということで動いてきました。で、地方議員はみんなそれぞれ自分の自治体が保養、子どもたちを受け入れる保養をやるようにと首長に訴えたり、議会で訴えたり、もうかなりの活動をしてきました。国がきちんとやってくれたら、私たちがこんなに忙しくなることはなかったのにと思いながらやってまいりました。で、一つお聞きしたいんですが、その大きな私たちの活動の一つが、それぞれの議会で意見書を挙げてくることでした。この被災者支援法を一日も早く実効的な取り組みを国がやるようにと、予算化するように、それから私は千葉ですから、千葉など関東一円ですね、1ミリシーベルトの地域として対象地域に加えてほしいということも入れて、意見書を ほとんどの全国、ちょっと数十です、ちょっと数忘れましたけれども、全会一致でどこも挙げています。その意見書が皆さんのところにちゃんと届いているのでしょうか。そしてどういう扱いをされているのでしょうか。届いていないとしたらどうすれば届くんでしょうか。お聞かせください。報酬の扱いはあれですか、むしろあれ平場の方の方が分かるんじゃないかな。よろしいですか、伊藤さんで。お願いしますね。
公庁の法制班の影山と申します。各自治体などからの意見書についてはさまざまなところからいただいておりますので、ここの場で具体的にどこというところまで全て申し上げられないんですけれども、中にはその今おっしゃられた1ミリシーベルト以上の地域であるから対象地域に含めていただきたいというふうな内容の趣旨の要望書も多数いただいておりますので、要望書については復興庁の方まできちんと届いているという形になっていると思っております。届いたときに、ね、それをどういうふうにその後処理して、例えばどういうふうに返答したり、どういうふうに検討したりして、そこのところ、その人が後がどうなって、どこ行っちゃってるのかとか、そういうことをお聞きになってるんですよね、いかがですか。個別に個々の要望書についてお答えしたりという形ではなかなかしておらないんですけれども、いただいた内容というのは、中でしっかり共有しておりまして、どの団体からいついただいているということを踏まえて、検討作業を行っているという状態でございます。で、その返答の、検討の内容とか、そういうことは、その要望された方々にどういう形でお知らせしたり、お返ししたりとかっていう形になっているんでしょうか。現時点では個々に、お答えなどしてはいない状態となっております。つまり放置されていても誰も何も処罰もされないし、問題この省内では庁内では問題にならないということですね。放置しているという形、正式な意見書として挙げてるんですよ。放置しているというわけではありませんで、いただいた意見書については中で検討の材料といいますか、どのくらいの期間でね、例えば私たちが質問収集を出したら、その何週間以内にそう内閣としてどういう形でどこの責任書官でこう返答するとか、そういうの決まってますね。復興庁についてはそういう要望書が来た場合にどういうその手続きをやって、その相手にそのいわゆる返答を開始したり、その検討結果というものがそのいわば公になるというような形の、それを透明度を確保することを含めて、どういうその手順になっていて、どういうその内部的な手続きとか、そういうルールになってるんですか。要望書をいただいた際に、どのぐらいの期間で返答というふうな明確に定まっているものはないと承知してますけれども。なしでよろしいですよ。目安でよろしいです。一般的にどのくらいの形で期間で検討して、どのようにそのどこを次の部署へ回すとか、なんとか、どういう手順のルールがあるんですか。これ文書でお出しください。文書でお出しいただくということでよろしいですね。はい、今日2つ目の文書です。申します。今までも何回か交渉の場で水野参事官とはお会いしたりしていますので、今回のツイートは本当に残念で、今まで皆さんが発言してくださった通り、今回のことは水野参事官の個人のことにとどまることなく、これをちゃんと復興庁の姿勢に反映してほしいということで、皆さんのところお手元にこちら声明を今回子ども全国ネットで出させていただきましたので、配布しておりますのでご覧ください。一番伝えたいのは、私ども全国340からなる子どもたちを放射能から守るという一心で活動している団体、支援している団体、当事者団体が連なっているネットワークです。子どものことは本当に今目の前のことなんですね。そして、本当に皆さん貯金を食いつぶしたり、家族が壊れていく中で1年経過しています。本当に待ったなしだと思うんです。で、それを支えるために本当に毎日苦労しながら支援している団体もありますし、団体の中でたくさん声が上がって、今大野さんの方でおっしゃっていただきました意見書を全国ネットでマップにしたものが配布した資料の2枚目にあります。全国で今60以上の議会から意見書が提出されているんですね。これはもちろん議員さんからの発議もあります、発議されたものもありますが、そうした全国の団体から、私も地元の区議会に挙げましたが、全国のお母さんから陳情なり請願なりされて、毎日議会に足を運んで、そして通った意見書もあります。たった60の意見書かもしれませんが、その背景にはたくさんの議員さん、そしてその議員につながる国民の声があると思っていただきたいんです。
で、こうして全国から上がっている意見書はまたどんどん増えています。その声の対応を今お答えいただいたようにきちんとしていただければと思います。よろしくお願いいたします。他にあとじゃあお一方にしたいと思います。じゃあ手短にもう1分ずつパッパッパッとそこの3人やっていただけますか。すいません、続けてお願いします。はい、すいません、坂上と言います。じゃあ短く水野参事官の言動についてはこれから調査されるということだと思うんですけども、一つ3月8日 の、 白黒をつけずに曖昧なままにしておくことに関係者が同意したっていうツイッターがありまして、でこれは復興庁の内部で何か決めたということだと思います。でこれについてはこの3月8日に、どういう人たちが何を決めたのか、まあ、これは復興庁側の問題だと思いますので、それについてちょっと事実関係をお聞きしたいと思います。これについては今何を特定して本人が書いたかについてはまだ我々把握できておりません。これについては調査をしていただくて、それはもう文書でまたお答えをいただきたいということを要求いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、次どうぞ。私は平成23年に郡山から23年8月に郡山から静岡県に自主避難をした長谷川と申します。先ほど時間が経つということ2年経つということを聞いておりまして思いましたが、私も当時身ごもった妻の子どもに対する放射線への危険を考えて静岡に避難しましたが、その子どもがもう1歳4ヶ月になって家の中を歩いているような状況です。私は今までこの問題に関わらせてきていただいて、昨年の11月28日に復興庁に直接行って水野参事官に請願書を出しました。福島の仲間と出しました。その後当時の復興大臣のにお会いしまして、その時に細かいことは全部水野に任せてあるから、頑張ってるからよろしくという言葉をいただきました。私どもは本当にこの方がこの問題のとても大事な場所にいて、この方にしっかりと伝えていくのが私たちの役目だと思って、被災者の仲間のためにと思ってやってきました。そしてこういうニュースを目にしました。先ほど朝根本復興大臣が朝礼で被災者に寄り添うようにという言葉をかけたということを伺いましたが、今更そんなことを言われても全く私たちには信じられない言葉であります。その言葉をもう信じるわけにいきません。私はお願いしたいのは、先ほど川崎弁護士の話にもありましたけども、私たち当事者をしっかりとこの問題の中に混ぜて、そして公開の場所でしっかりと手順を踏んでこの法案を作っていただきたいということを再度申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、もう一方。はい、はい、福島から参りました吉野と申します。私も長谷川さんと同じように家族を避難させていると同時に自分ができることと思って支援活動を続けています。いくつかあるんですが、まず今回の、水野さんの、問題ですごいショックだったのは、皆さんがおっしゃるように人を傷つけるような、ね、発言がたくさんあったということもそうなんですが、私たち一緒に動いてきた仲間だと実は思ってました。同じ時間を共有して、同じ問題について立場は違うものがありますが、きちんと役割を分担しながら一緒に課題解決のために戦ってきた仲間だと実は思ってました。それがやはりそうではなかったんだというふうに確認させられてしまうということが非常に厳しいですね。信頼関係ということもありますが、この水野さんが培ってきた経験と時間というものはとっても本当は貴重なものなんです。最前線で担ってきた水野さんをねぎらいたい気持ちも実は本当はあるんですが、それを教訓として生かすためには復興庁の方々やもちろん国会議員の皆さんとも一緒なんですが、その水野さんの記憶を消さずに共有するところから始めないといけないと思います。それを私たちも肝に銘じますし、これから一緒に一つの問題に対して対応していく仲間としてやり直していきたいというふうに思います。その時に必要になってくるのが、先日発表されましたパッケージ、
あとは24年度の補正を含めた25年度予算の中で基本方針に盛り込まずともできる施策というのがたくさんあるわけですね。これは実は復興庁の方々にはお骨折りいただいて各省庁からヒアリングをしていただいたりする、それが復興庁のホームページに NPO 等が活用可能な予算ということで挙げていただいています。その中でもなかなか使えるものっていうのは少ないです。私たちは特に子どもたちのための保養プログラムなどに使えるものを洗い出しをお願いしていますが、農水省、水産庁といったところは非常に好意的に予算の使い方ができるという応用編を教えてくださいました。これから課題になっていくのは基本方針が12月の占領の問題まで長引くとすると、来年度の予算にこれまでの反省をどう生かして施策と中身動かしていけるかなんですよね。そこに皆さんからも発言がありましたように、意見書を出された自治体の方も含めて国会議員の皆様のご指導をいただきながら、来年度の予算にどう具体的に反映させていけるかなんです。その協議テーブルに私たち被災者もぜひ加えてほしいというふうに思います。それを心からお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、いつまでも法律の精神自身がそうなんですけれども、被災者自身を主体者として主権者として扱おうではないか、より客体にしておいてしまうということの中から勝手にどこかで決まるんではなくて、被災者の自己決定、被災者の要望に国が責任を持つという構造にしていくということのために法律は私たちはああいう構造にいたしました。でそれがやはり被災者ということをそっちのけにした形で、なんかこれでいいだろうみたいなパッケージが作られということ、もうそのこと自身が法律の精神に明らかに違反しているということを今日は皆様いろんな形でこう言っていただいたというふうに思います。何か特に一つだけ要望があるということで短めにお願いして、その後川田さんの方に取りまとめをやっていただくという形で今日の会合を締めたいというふうに思っております。今いろいろありましたけど、被弾なさったというふうに思わないでくださいね。被弾なおじゃなくて、皆さんが被害者じゃなくて、被害者皆さんはある意味で加害者の側にいるということを本当に明確にやはりお感じになった上で今後のことをやっていただきたいというふうに思います。発言する機会いただきましてありがとうございます。実は発言しようかなと思ったことが最後にお話しいただいた被災者の、を中心中に入れて、自己決定、国が責任を持つっていう形にしていただきたいという、そのことを私も言いたかったものですから、ぜひやはり被災者が問題を抱えているわけですから、その問題を被災者の問題を解決しなければこの支援法は何の意味もないと思っておりますし、また復興庁が根本大臣を中心に本当に一生懸命やっているということを私も身近に聞いて感じておりますので、そのことに対しては大変敬意を表しよろしくお願いしたいと頭を下げるところでございますが、やはり問題解決は今言ったように現場にございますので、現場からその問題点を吸収して一つずつ一つずつ解決してスピードを持って解決していただきたいのと思っております。あともう一つ思ったのが司令塔からの指示組織がきちんとしてないのではないかなということをちょっと感じました。やはりきちっとした体制の下でどうしたらスピード化をができるかということをしっかりとその中でですね、チームワークを組みながらしっかりとスピード化していただきたい、問題を 早く解決していただきたい、その中には中心は被災者であるということを念頭に肝に銘じてやっていただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。私も頑張りますのでぜひよろしくお願いいたします。それではまずはこの会締めさせていただきますが、その後記者の方からの質問はまた記者会見またやりたいと思いますのでよろしくお願いします。それで今日はちょっと遅参してまして申し訳ありませんでした。本当に今日お集まりいただいた皆さんありがとうございます。で今日福島からもたくさん多数来られておりますけれども、今回のこの暴言のツイートの問題はですね、私は水野参事官個人の問題ではないと思っております。で本当にこの水野参事官個人の問題に帰することなく、復興庁としてこれ全体の問題としてぜひ考えていただきたい。薬害エイズの時もそうでしたけれども、安倍医師やですね、松村課長、それから郡司課長個人の問題にしてしまうとですね、結局この問題の背景にある政官行学の癒着の構造、利権の構造というものが全く隠されてしまってですね、命を
国民の命を守るべき国の仕事というものがですね、全くこの復興庁にもですね、やっぱりしっかり国が何をするべきなのかということが見えていないんではないかということを感じざるを得ません。特に政治家との関係、これがですね、ずっと官庁の皆さんとですね、結局質問を作ったり質問の答弁を書いたりとかですね、そういったことでしか官僚の仕事が本当にしっかりされていないということではですね、やっぱそうではないはずだと思うんですけれども、本当にこの官僚の人たちがですね、皆さんがですね、本当に国民なのかということなんです。で、今日ここにいらしているこの伊藤さん、伊藤統括官にしても影山参事官補佐にしてもですね、先ほど長屋参事官補佐ですかにしてもですね、やはりここに来られていてもですね、ただ時間を費やしているかのように見えるんです。本当に復興庁として何を任期の間に残していこうと思っているのか、本当にそのことを本当に考えていらっしゃるのかどうか、それは水野参事官にも問いたかったと思いますけれども、自分たちが2年3年の任期の間、この10年の復興庁の間に何を成し遂げようということを思っているんでしょうか。私は一日も早くこの子どもたちの健康のことを考えれば一日も待ってられないんですよ。科学的なデータでもって立証されるのを待っている、裁判で因果関係を認めさせられるのを待っている、そんな時間はないんですよ。子どもたちにとっては一日一日が、特に命の問題、この子どもたちの体調、健康診断の問題や医療の問題というのは、一日一日が、一日一日の本当に1分1秒が大事になってくるわけです。本当にそういう意味で、あなたたちが2年3年の任期の間に何事もなく過ごせればいいと思って、ここに座って話を聞いていればそれでいいんだという態度でいることがですね、私は本当にこの問題を自分の任期の間にしっかり何かを成し遂げるんだという思いでぜひやっていただきたいと思うんです。で、私も6年間国会議員をやってきて、次がもう改選の時期ですけれども、本当にこの子ども被災者支援法に命を懸けてきました。やはりこの私と同じような薬害の被害を繰り返したくない、子どもたちに自分と同じような目に遭わせたくないという思いで、この法律の中にこの医療の問題、裁判をやらなくても、そういった立証しなくてもですね、医療を受けられるようにする、その条文を本当に谷岡さんにも一生懸命頑張っていただいて、与党の時にこの法律の条文の中に入れ込みさせていただきました。で、本当にその水野さんがですね、こういった集会の中で法律を読めということを国会議員に言った時、本当に僕は許せなくなって、その国会議員として法律を作ってきた立場の国会議員にそういうことを言うのは失礼ではないかということを言いました。そのことを水野さんはツイッターで少し反省したと書いていましたけれども、まあいいかと、結局まあいいかで終わらせてしまっていたということがですね、私はその本心をやっぱりすごく残念に思いましたよ。で、本当に水野参事官はですね、これだけ時間費やして、先ほど共有して記憶を共有してほしいということを言ってましたけれども、ここにいたとしてもですね、その思いがですね、全く別のところにあったのだとすれば、ただいるだけではこれ全く意味ないんですよ。特に長屋参事官補佐にはですね、やっぱ本当に今日話聞いてる態度ずっと僕見てました。ずっとですね、ここにいてですね、いても全然上の空ですよ。話聞いてないですよ。本当にその話をですね、聞いたとしても本当に耳に届いて本当に胸に落ちているのかどうかなんですよ。本当に私はこの福島の問題というのは福島の問題だけではないと思っています。福島以外の茨城や栃木や群馬、埼玉、千葉、先ほども千葉の話ありましたけれども、福島だけの問題ではないんですよ、これは。福島の担当の方ということですけれども、福島だけではないんです、これは。本当に国としてこの危機的な状況にあるということをやっぱり認識していただいて、そしてもちろん大臣やですね、政治的な判断が必要なところにしっかり上に判断してもらえるように仰いでほしいんです。で、そして本当に政治的な判断が必要なところをやっていないということであれば、やはりそれをやっぱり私たち国会議員や政治がやっぱ動かしていかなきゃいけないところがあると思います。科学的な判断ということだけではなく、やっぱり政治的にしっかりここは動かしていかなければいけないところを前もってやっぱりやっておかなきゃいかなければ取り返しがつかないことになるということを私は危機的な状況だと思っています。そういう意味でやっぱりぜひ一日も早く基本方針を策定していただいて、本当にそのためには住民の意見をしっかり聞くということの場を、協議の場もしっかり設けていただきたいんです。当事者をしっかり入れた形で復興庁が仕事を
長していくということでなければ本当に意味のある復興庁としての基本方針にならないと思っています。基本方針の中には計画もしっかり盛り組んでください。括弧書きですけれども計画という言葉もそこに入れました。計画を作らなければいつまでに何をやるかということの計画を立てなければこの問題はずっと時間ばっかり経過してしまっていくと。ここに計画という言葉を入れたのはしっかりとこの問題についていつまでに何をやると予算をつけるということを入れたいためにこの計画という文字も盛り込みました。基本方針の中に計画という言葉も入っているんです。ぜひそれをしっかりと実行していただきたいと思います。やはりこの政治家がやっぱり本来やらなければいけない仕事である決断をですねやっぱりするということを大臣にそして副大臣や政務官にですねやっぱりぜひ判断を仰いでもらってぜひ進めていただきたいと思います。官僚だけではできないということであればそこはしっかりと政治家がやらなきゃいけないところもあると思います。ぜひそういった意味では今回谷副大臣がしっかり反省するということもおっしゃっていました。谷副大臣のもとでやっぱりぜひ実現していただきたいと思います。この問題は福島だけの問題ではないと思っています。本当にぜひ国としてこの復興を全体をしていくことも大事ですし、この子どもの問題というのは原子力災害の問題というのは僕は本当にこれは今やらなければいけないことを取り返しのつかないことにならないように今すべきことがあると思っています。ぜひ一日も早くこの問題を基本方針を策定していただけるようによろしくお願いいたします。で超党派でこのことはやってきましたので、まあ、自民党の議員も先ほど来られてましたけれどもやっぱりぜひこれはしっかりと自民党の中からもこういった意見が出ているということでやっていただきたいというふうに思っています。で今回のこの問題については私はやっぱり本当にこれはもう復興庁の中の人たちの一人一人の考え方よく分かりました。本当にそういう一人一人の考え方が本当にこの仕事に現れてくるんだと思います。そういう意味ではぜひ仕事として先ほども見せると私たちのこの行動でこれからの働きで見せたいということでしたので、まあ、ぜひしっかりとそれは見させていただきたいと思います。で今日更新になっている伊藤統括官とそして影山参事官補佐そして長屋参事官補佐本当に皆さんの働きをこれからしっかり見ていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、やはり皆様おっしゃってることはこの法律の精神にのっとり法律に忠実にちゃんとやっていただきたい。あんなパッケージでごまかしてほしくない。そして予防原則ということは科学的には解明できるはずがない。科学的に解明できないのだから、だから予防原則に立ちましょうと法律に最初に書いてあるのに、科学的に数値を決めれるんです。科学的に数値が決められないから政治的に決めましょうという法律を作った。その原則を無視したところでは、皆様がいくらお仕事をなさっても法律違反にしかならないのですよということを、私たち、この法律を立法したものとしてここに宣言させていただきたいというふうに思いますし、それを本当にメディアの皆さんは国民にそのことを知っていただきたいんですね。こういうことやってる、ああいうことやってるってことはあるかもしれないけど違います。この法律は地域も限定していません。対象である人々も18歳以下との甲状腺がんとか限定していません。そして病気の種類や被害の種類についても限定しておりません。そういうことを含めて全て予防原則に立ち、そして国民の被災者の主権者の自己決定というものを支援するための法律として作ったものです。それはなぜかといえば私たちは被害の範囲を予測することができないからです。私たちは今の人類の科学をもってしてこれで大丈夫だということは言えないからです。この原則というものがこれまであまりにも知られてこなかった中でこういう問題が起きてきましたし、私たちはそのことを一生懸命訴えてまいりましたが、ずっと無視をされてまいりました。はっきり申し上げておきます。なぜ今川淵さん、ごめん、川田さんがそういうことをずっと言ったかというと、長尾さん、影山さん、あなた方、この回、水野さんとずっと付き合ってきて、この半年、私もね、あなた方似てきたなって実は思ってるのよ。それね、ちょっとね、今、返事いらないから、考えてみてもらいたいの。そして、これが仕事だと思っている、仕事をやっているつもりのことを、それを、ね、納税者であなた方に給料を払っている方々がそれを仕事として求めていないかもしれない。もっとその違う姿勢で違う感覚で仕事をしてほしいと思っているかもしれない。私たちはそのことをこの間言ってきたつもりでした。でもそのあなた方もまたチームとして水野さんと一緒に働いてきたということの中で今起きていること、そして起きていないことに対して
そこに責任がある。水野さんの問題ではありません。これは私は復興庁の問題だということを指摘しておきたい。そして復興庁だけの問題でもないと思っています。復興庁はここで取りまとめをする要の役をやって調整機関ではありました。しかし環境省の健康チームというものが頑なであるがために血液検査がやられておりません。その必要な健康診断やられていません。必要な人たちに対してやられていません。そしてその方々もまた私は先ほど来出ているような問題と同じように頑なで同じ空気を共有していらっしゃるというふうに思っています。これ厚生労働省ですとか文科省ですとか挙げればたくさんあります。そして内閣府にもあります。私はこの問題の中で今日お越しの皆様、そしてとりわけメディアの皆様に理解をしていただきたいことは、ひょっとすると我が政府こそが現職の村の一部であるかもしれない。ひょっとするとその我が政府はこの水野さんのツイッターに代表される思いを抱いているかもしれない。被災者や私たちが何かを言うたんびにそれを非弾なおと感じているかもしれないという、この現実こそ私たちが正視しなければならない問題であり、変えていかなければならないという問題であり、力を結集しなければいけない問題だということです。これからも私たち頑張ってまいります。議連としても最大限のことをやってまいりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。皆様に感謝申し上げるとともに、今日はこの席に座っていただいた復興庁の皆様にもお礼を申し上げたいと思います。私たちは今までのことではなくてこれからを見ております。そして皆様がそのこれからに対してしっかり答えてくださることを心から切に祈ります。ありがとうございました。今谷岡先生が環境省の云々言いましたけど、血液検査はちゃんとやってるって日本政府はジュネーブの国連人権理事会の席上、私の目の前で全世界に向かって報告してるんですよ。やってなかったんですか、それは。子供は子供たち甲状腺の超音波を見るだけではなくて、いやいやいや、だからいろんなことやってるっていうふうにね。いや、血液検査、子供の血液検査やってません。私たちずっと要求し続けてます。だってじゃあ何ですか、国連人権理事会のあれだけの大きい会場で、私のいる前で日本政府はアナンド・グローバーさんの報告に対して反論してましたよ。間違ってると訂正していただきたい。日本政府はしっかりやってるって言ってましたよ。やってなかったんですか。何ですかあれは。私たちは子どもたちの血液検査、尿検査をずっと要求しております。テレビ入りの予算委員会もやっておりますが。いやいや、だからやってるって報告してるんですよ。それはやってないんです。原文見てください。日本政府の、やってないです。日本政府の原文見てください。やってないです。嘘です。これは困ったことですね。はい、すいません。ではまたやりましょう。はい、ありがとうございました。だ今日これで皆さんを、あとは記者の方々の質問をお受けしたいと思います。何かもうありがとうございました。何か記者の方からございますですか。じゃあよろしいですね。今日は長時間にわたりましてありがとうございました。またもし何かありましたら川田隆平事務局長、また事務局次長の吉田さん、そして私